皆さんこんにちは。今日は手引きミルについて解説させていただきます。とはいうものの、引き目すなわち粉の粒度が全てですので、このあたりを中心に説明させていただきます。仕組みは、中心の軸が上下することによって隙間が開いたり閉じたりすることによって粉の粒度を変えていきます。じゃあやっていきます。粗挽き、中挽き、細挽きを作っていきます。まずはどっちからでもいいんですけども、粗挽きからかな。今ね、粗挽き感は出てますけども、ちょっとバラバラなので、もう少し反時計回りが90度捨てちゃう。よいしょ。まだね、ちょっと粒度はね、ばらつきがあるので、もうちょっと、時計回りが粗くなるのかな。半時計回りで90度、こんな感じかな。なのかな、もうちょっとかな。さらに、半時計回りで90度。うん、こんな感じ。粗挽きができました。そしたらば、また半時計回りに90度。中引き、こうね。で、さらに、半時計回りに90度。うん、細かくていいよ。細引き効果ね。これでさらに半時計回りで90度しちゃうと、ちょっともうね、パウダーが極細引きになっちゃってるので、やっぱさっきのがあってますね。細引き、中引き、粗引き。だから今度上げていくのに、時計回りで90度、これで細引きだ。うん、ここら辺ね、これが
細く中で、粗いで、こっちが極細ですね。という感じでやっていきます。いかがだったでしょうか。